行ってなさそう感、もう行ってなさそうな匂いがもうプンプンしてるやん、どう考えても。いいんですか、出して。やばいっすよ、それ。普通に。シリだね、やばいっすよ、普通に。やばいっすよ。なんか当たり前のように3つ溜まったけど。ゲーム終わっちゃうけど。ほら、はい。当たり前でくさー。あら。いや、もう止まっちゃった。なんだこいつ、開き直りすぎだろ。絶対勝てないぞ、それ。終わってるぐらい確定ルートあんだぞ、こっち。どうやって勝つんだよ、これ。いや、もう無理だって、それ、たま、これ、やばいって、これ、たまったら。反射しちゃった。すいません。あと2個で終わりですよ。あ。でも、死んでもね、たまったままなんですよ。この技って。実はなんだけど、知らないかもしれないけど。当たり前すぎ当たり前すぎる絶対無理やって、これ手榴弾出したら。でもこのカードさ、そのスネーク側がガチで 150% とかその本当に何食らっても死にますみたいになった時にさ、マジで開き直った手榴弾出すんだよな、確かに。これ溜まってる時は手榴弾吸収できないから。溜まってる時は向き合わなきゃいけないから逆に。だからそのもう何食らっても死ぬわみたいなパーセントになった時に、途端に解放すんのめっちゃおもろいんだよ。一昔前のね、なんか将軍マイスターかなんかの試合めっちゃおもろくて、なんかずっと手榴弾封印して戦ってんのに、なんかスネークが 150% ぐらいになると、途端に思い出したかのようにね、うんちを巻き始めるっていう、結構おもろいんですよ、試合。もう何食らっても死ぬからいいでしょ、みたいな感じで。拝見すんだよ。結構面白い、あの試合。やめて、ああ、次だろ。え、長っ。俺は毒斬りを突き進むぜ。同じぐらいのダメージが入った相手に。いた。イエーイ。下手すぎこれ。ウィール打って弱打つの強いな。いや、もう俺この機械毒斬りだけでどんだけのパーセントを受けたんでしょうかね。ノリで攻めたらなんか毒斬り強すぎてくさ。アイコンの髪型かっこいい。アイコンはあってあれメイクさんにやっぱやってもらってるから。メイクさんにやってもらったらね、どんな髪型もかっこいいですよ。メイクさん一流だから。難易度高いだ。金髪ピットヘア。金髪はない。さすがに。あ、ピットの話じゃなくてね。
ピートの話じゃなくて。金髪しないっすね。ピットも金髪はない。それだけはない。いや、悪くないと思うけどなぁ。こうやって見てると。芸大やっぱ悪くないわ。なんかその、あれ、あの、立ち入りがダサいのは認めるわ。その、キャラクター選択画面がダサいのは認める。その金髪ピットが。でもこのゲーム内、結構悪くないと思うけどなぁ。ほら、見てみ。悪くなくない？白くてさ。くれんのくれんのかい。え、これ、え、普通に威力高いぞ、これ。うん。死んじゃうけど、これって当たったら。まあ、確かに、下の顔だけアイコンもそんなダサくない。確かに。もうなんでたまらん、この技、そんなたまらんけどな、普通。おでこは出した方が自分も好きだし、女の子の髪型もおでこ出てる方が好きかも。高木さんみたいな感じ。高木さんちょっと顕著すぎるけど、さすがに。ペカーやん、あれ。嫌いじゃないけどね、あれもね。高木さんやっぱ作者が、デコ出し大好きだから、やっぱ。作者は何の作品を書いてもデコを出してしまうことになる。は特にじゃない？さすがに。逆にさ、夏どうしてんのみんな、その、なんて言うんだろう。デコを全く出してない、そのマッシュとかってさ、もうなんか、おでこ、汗とかね、あ、そう、汗でさ、おでこと髪の間、もう、とんでもなくいいことに なりそうじゃない？なんか、もう、うわーみたいな。地獄みたいになってさ、普通に。我慢してんの？我慢とかとにかくなんの？いた。でもなんか、あなたこれ食らったりしますよ、普通に。ダメなんだって、これ出すの、主流だ。なんでみんな出しちゃうの、これ。